今日はプログラミング、なんだっけ、プログラミング教室エドモンドの体験会、いよいよ今日オープンでございました。6月1日、イエーイ。大人気マイクラを使ったプログラミング、もうすでに楽しみにしている子供がガチャガチャ向こうで遊んでますが、はい、じゃあちょっとどうでしょう、意気込みなんかを語っていただけますか。はい、意気込み、意気込み、これ T シャツかわいいでしょ、これマイクラのスタッフ T シャツ、ねえ、おしゃれでしょ、はい、誰が選んだと思う、え、僕です、あ、違うか、あ、あれ私でした。あ、そうですか。センスのない中岡さんが、あんまり言っちゃいけない。だいたい1時間ぐらいなんですか、教室自体は。1時間で、はい、1時間で、あ、で、通常のマイクラと何が違う、通常のマイクラとは違うのはプログラミングをやりながらマイクラを楽しもう、え、合ってます、聞くなよ。プログラミングが中心のゲームを使ったっていうのと、はい、ゲームとはちょっと違うと、はい、あ、なるほど、楽しみだね、楽しみですね。今日何組ぐらい来てる、午前が、午前が3、午後の1時からが 1、午後の4時からが2、あ、ほぼ予定通りだね。そうですね。ね、ちゃんと、そうそうそう。ちょっと最初我々も怪しいみたいな。できるのかみたいな。中岡さんだのみたいな。そうそうそう。ちょっと勉強した？勉強した？大変だった。そう。今日朝からエナジードリンクを飲んでの。盛り上げに徹する。俺らそう、俺ら何もね、なんか静かにしてくださいって言われちゃいます。そうそうそう。はい、まあでもあの楽しい教室がね、津賀にもできて、なんか津賀は全然プログラミング教室がないんだって。あ、そうなんですね。そう、あのロボット系はあるらしいんだけど、このゲーム系がないんだって。そうそうそう、なんで ね、ぜひあのエドモンドプログラミング教室でね、盛り上がるといいですね、津賀の街でね。コメントが薄いね。いや、分かってない人のコメントだよ。そうですね、ダダ漏れて喋らないから喋ったのに。ひどい話だ。まあでもね、今日は楽しんで参りましょう。よっしゃー、始まるよー。